11X60MMR モーゼル弾はモーゼル M1871 で、後にモーゼル M1871 のバリエーションであるモーゼル M71-84 と混同しないように注意が必要。ベルンドル1 1 x 5 8ル m r やベルダー M6911X50MR。 などの様々な黒色火薬実砲 11X60 メートル MR 実砲は、フランスが装備したシャスポージュに対する火力優勢を確保するために1868年から71年にかけて開発された。1867年初頭、プロイセンは、ドライゼ銃からセンターファイア型実砲を使用する五層銃への更新の検討を開始した。センターファイア式の金属薬莢は、 このタイプの実砲を使用するアメリカ合衆国及びババリアのベルダー銃で一般的になっていた。1871年11月7日、プロイセン銃委員会は新式銃の口径を 11mm と定めた。実砲はベルダー銃の1 1 x 5 0ル m r を元にされた。これは黒色火薬と柔らかい鉛の弾丸が詰められた。 真鍮のボトルネック型薬莢を使った円付き実砲である。もともとの M71 の使用実砲はラウンド弾だった。M71-84 のチューブマガジン内での暴発を予防するために並等化された。ABCDEFCIP11-15X-60R テクニシャダテンウントマッスツームインファントリジウェア M-71 ワフェンサムラー クロトリアムで2016年1月6日閲覧。AB ウルフパブリッシングカンパニー。RIFLEMAGAZINE.com2016 年1月6日閲覧。1443フィートパーセカンドハットフランク C バーンズカートリッジズ・オブ・ザ・ワールド生手357フランク C バーンズカートリッジズ・オブ・ザ・ワールド 聖て359-360ゲシヒテでインファントリジュエアーズ M-71 ワフェンサムラークロトリアムで2016年1月6日閲覧大ペイトロネンサムラー waffenbuecher.com 2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年1月6日閲覧ありがとうございます